こんにちは、しばとです。今日はですね、 YouTube をやってて1年おきにですね、スランプに陥るといったようなお話になります。これはですね、 YouTube やってる人はなんとなく分かってくれるんじゃないかなと思うんですけれども、私ですね、これで今4年目に入りました。またですね、その壁にぶち当たっております。波があるんですよね。この自分のモチベーションにも波があるし、視聴者さんにも波があるし、あと一番大きいのは Google ですね。 Google にもこういうね、アルゴリズムの波があるんですよね。これがですね、ほんとうまい具合にね、ちょうどね、1年間で1回ぐらいこう重なるんですよね。こう下の波がこう下になる時があるんですよね。最初のね、1年目はいいんですよ。なんかこう試行錯誤をしながら、いろいろこう企画を立てて、チャンネル登録者も増えてくるし、あとモチベーションもね、それによって上がってきますね。そしてね、Google もですね、こう後押しをしてくれてるんでしょうね。こう再生回数が上がっていったりっていうところでですね、モチベーションがね、1年目上がっていくんですよ。なんかやり始めてからね、1年ぐらいは、まあ半年から1年ぐらいは、Google のアルゴリズムの後押しがあって、まあ、多分露出が増えてるんでしょうね。結構ね、こうぐんとね、上がってバズる動画とかが出てきたりするんですよね。で、調子に乗っていろいろ動画を上げていると、今度ね、立ちはだかるのが、まあ1年後ぐらいに立ちはだかるのが、まあ、企画ですよ。企画がですね、似たり寄ったりでちょっと飽きが出てくるというふうなところですね。1年間はですね、自分の経験だったりとか思いを話すだけでも、あと動画にしていくだけでもやっていけるんですけれども、徐々にやっぱり思考というか企画がね、偏っていっちゃうんですよね。これによって、あと Google の後押しもなくなってくるんですよ、徐々に。あとは実力でやってみろみたいな感じなのかもしれないですけれども、そこでですね、一回こう視聴回数とかこう落ちる時があるんですよね。まあそれによって、まあモチベーションも若干下がってきたりとか、なかなかいい企画が浮かばないなとかっていう風に今度なってきて、負のスパイラルみたいなのがね、始まっちゃうんですよ。これがね、大体ほんと1年に1回ぐらい来ますね。モチベーションが下がってくると、企画がね、浮かんでこなくなってくると、これがね、やっぱり一番良い動画を作れない原因になってくるので、常々ね、いろいろ考えてるんですけれども、考えれば考えるほど変なことばっかり思い浮かんできて、なかなかいい動画にならないというふうなことがですね、まあこれが、まあ、まさにスランプなんですけれども、これがね、あるんですよ。でもこうやって継続していくことによってですね、救世主が現れてくれるんです。それはですね、ズバリ視聴者さんなんですよ。視聴者の皆さんが救世主になってくれます。こういう企画をやってほしいとか、こういうものを見てみたいとか、こういう音が聞きたいとかですね、視聴者さんからたくさんの声をいただけるようになります。これもですね、1年継続しているという強みではあるんですけれども、これがね、まさに天の声になるんですよね。まあ僕の場合は、最初弾いてみた動画を始めて、徐々にね、ちょっと飽きが来る。まあ自分にも飽きが来るんですけどね。なんか他のことやりたいなと思ってたら、今度ですね、ギターの解説をしてほしいというふうなお声をいただいて、ちょっと解説なんぞですね、やらせていただくんですよ。そしたらですね、また新たな視聴者層が増えてきて、今度はですね、エフェクター、まあなんか身近なエフェクターで音作りとかをやってほしいというふうなお声をいただいてですね、お、それは面白いと。ちょっと今までになかったような形で動画を撮っていきたいなみたいな感じでやり始めたのが、演者が映らない、自分が映らないでエフェクターだけをずっと映し続けるという風なですね、動画を作ってみたら、これがですね、なかなかね、受けたんですよね。でそこからの派生でマルチエフェクターの音作りであったり、新しいマルチエフェクターを試してほしいとか、使い方とかみたいなところに発展していったわけです。もうこれはね、すべて天の声のおかげなんですけれども、そっからですね、またその3年目4年目とかになってくると、自分も進歩して進化していかなければいけないので、もっとですね、非で本人の音に近づけたいと
いうふうなですね、今度僕の方の欲が出てきて、もっと勉強しなきゃなと。そこでスプレッドビーバーの稲さんがやっているサロンですね、電脳音楽塾に入会させていただきます。そこでですね、稲さんと直接話をする機会があるので、ヒデはこういう機材使ってたよとか、こういう風に使ってたよとかっていう風なお話をですねいただくんですけれども、ただそれをね、僕はへえ、あ、そうなんですねみたいな感じでただ聞いているだけだったんです。それだとちょっともったいないなと思い始めて、やはり稲さん、ヒデさんが実際に使用していた機材を自分もやっぱ体験をして、それで同じ目線で稲さんとお話はしたいなというふうな思いがですね強まってきたので、今度はですね、ヒデが実際に使用していた機材を集め始めて、それを皆さんに音を共有していくということを始めたり、とにかくですね、天の声から広がることがたくさんあるんです。そして今になってはですね、エイリアンをお貸しいただいたり、クジラをお貸しいただいたりというですね、本当に大事なギターをですね、この僕に貸してくれるというふうなありがたい方がですね現れたりしてですね、助けられております。本当にですね、皆さんあってのこのチャンネルなんですけれども、まああまりね、いろいろなストレスがかからないように YouTube で数字に追っかけられるんですけれども、まあそこをねあまり気にせずにですね、皆さんにより良い有益な情報だと思うことを常々発信していきたいと思っておりますので、引き続きこのチャンネルよろしくお願いいたします。柴田でした。チャンネル登録よろしくお願いします。